そしたら足が映らないわ。もうなんかシンク乗ってんね、体が。体が乗ってる。姿勢が良くない。やっぱり姿勢からよね。そうですね。スポーツはね。そうですかね。うん、そう、姿勢いいですかね。ビシッとしてる。うん。おめえ、ふにゃふにゃしてんじゃねえ。はい。これか。なんか今、教えですごい。うん。はい。うん。いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。ああ、そうだ、携帯借りなきゃ。治ったんだっけ、これ。なんか治ってるっぽい。ぽいよね。ぽい、ぽいです。はい。はい、ぽいがぽいです。はい。はい。それでは皆様、こんばんは。こんばんは。島く自由が丘店のミニインスタライブ。はい。本日もよろしくお願いします。お願いします。今日はどんなんかな。どんなんかな。今日は新商品を交えたコーディネートということで、うんうん、まだまだ新商品止まらない。これからどんどん。まだまだじゃない。まだまだっていうか、これからだからね。どうするって自由が丘、せっかくすっきりなったのに。そう、いっぱい片付けて、うん、びっしりです。うん、そんな感じで、じゃあ新作ガンガンに。やってもらいましょうかね。そんな感じですね。はい、はい、はい。でもこれいいね。これね。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。目を引かれるものが多々ございまして。どれから行こう。早くやってくださいよ。もう始まってますから。はい。今日もありがとうございました。ありがとうございます、ね、イブルースの前スリットのさデニム買っていただいてかっこよかったと思います。うん、はい、はい、1本目はさらっとですけど、うん、ちょっと今日の天気の感じ合わせで少しほいさらっとしつつ、はい、あんまりなんかなんて言うんでしょう、日の照ったある感じだよなみたいな。うん、まあいいから、はい、はい、こちらのねフライガールの、うん、新作、そうこちらのね、うん、あの新作だらけです。サテンの、はい、テロテロのワイドパンツ、うんうん、ねサテンでもちょっと薄いねシースルーな感じのサテンですね。ですね、はい、サテンというと割としっかりね、あそうですね、はい、肉付けのある感じで折られてるものが多いんですけど、これはなんかサテンというよりなんか少し綿とかポリエステルのシフォンにプリントをかけたような感じのサテンでございます、うん、ですね、はい、そう確かにサテンって聞くとちょっと肉厚感感じますけども、うん、ほんとテロテロの生地ですね、うんうん、これさ、そのデニムのシャツ着せてないでまず見てもらったらどうでしょう。そうですね、シマックオリジナルのキャップスリーブの皆さんお持ちの方は多いと思います。毎年、ね、いはい、かなりあのかなり去年は10色ぐらいでめちゃくちゃやったんですけど、色物が少し残っていたので、うん、今回は黒のみ。そう、黒のみ、はい、黒はもうすごい数作っても黒はね去年も早々となくなっちゃって、はい、で色物が死んじゃったような感じだったのでね、黒が売り切れたことによって今回は黒だけすごい、まあ、数を作りましたですね。去年の面の、はい、はい、去年の面っていうのはいつも言いますように強く酔ってるんですね、はい、よりを強くしてその酔ったやつの戻りの特性を生かして、うん、シャラシャラ、そうシャリッとした生地感、はい、シワにならないですよ、綿100ですけど、そうですね、うん、のキャップスリーブの、はい、のあれだよね、まあ、少し首にを
あの締め付けない感じのタートル。そうですね、あの、はい、ちょっとこうゆったりと、うん、少し首元に余裕のあるタートルになってます、うん、はい、そのままクシュクシュって下げてもいいけどね。あ、このまま、うん、こういう感じ。はい、そうです、そうです、はい、その感じでもナチュラルに素敵です、うん、ですね、はい、で、うん、入れてっていうのもかっこいいじゃない。こちらのそのまんまでさ、入れてなんかね、もうこのままさっそ食べていただきたいですけどね、うんうんうん、で、ベルトもさ、今回のエッジベルトとか、うん、あ、ちょっとやってみてよ。最初のコーディネートと全く違うけど、まあね、それぞれ単純に、うん、中に入れる、かぶせる、いろんな着方を楽しめます。当然で このワイドパンツはちゃんとあのベルトループ通ってるので、うんうん、しっかりと、うん、綺麗、かっこいい。あ、いいじゃないこれね、このパンツも綺麗ですねって。そうそうなんで、うん、これご覧になりましたか今日。これ本当に綺麗ですよね、うん、まだ2号店目白をもう出し切れてないと思います。もしかしたらまだ売り場に出てないかもしれない、ね、はいはい、1号店は間違いなくまだビニールをかぶって出ておりません。そう、このサラーとした感じ綺麗ですよ、うん、ワイドなパンツな、ワイドパンツですね。あ、見なかったです、うん、じゃあまた来る楽しみができましたね。そうですね、うん、またぜひぜひ。あ、いいじゃない、うわ、いい、いい、綺麗ね、このまま綺麗ですよね、うん、あ、どうぞ皆さん見てくださいね。うん、わ、いいじゃない、足元も厚底のね、ビジューのスリッポン、うん、今回ね、はい、これも大評判で、で、23点、あ、こっちじゃなかったね、こっちじゃないです、はい、これはサイズ揃ってます、うん、この黒のビジューの厚底スリッポンにこういうワイド、うん、ね、うん、ちょっとテロンと、このまんま素敵じゃない、これ映えますよね、はい、あ、ちょっといい感じよ、うん、はい、そう、このワイドパンツはちょっとどうしても使いたかったなっていうことで、あの、オイル違いもあるんですね、うん、あるんだ、これは素敵だわ、このまんま素敵だわさ、これまた綺麗なんですよ。お、2色2色ですね、うわ綺麗、いいじゃないの、いいですよね、うん、ひらひら、こっちの方がテロ感分かりやすいですかね、うん、うわ綺麗、ちょっとアップにしてみてもらっていいですか。めっちゃ綺麗です、すっごい綺麗ですよ。間違いなくサテンです、うん、間違いなくサテンで、あ、そんなに薄いわけでもないので安心していたください。普通にサテンです、はい、うん、綾織の綺麗なサテン、ポリエステルサテンですね、ですね、はい、インしても当たりとかが出なくて、うんうん、でもあのすごい分厚い感じでもなくてっていう、あの絶妙な厚さのサテンですね、うん、うわ綺麗綺麗ね、うん、でまあ前がこれ、うん、インベルツって感じで、うわこれめったくそかわいい、後ろがこうやってゴムになってるので、うん、また非常に履きやすい。パンツのサイズはね、こちらはいくつ？M サイズです。 M か、M、M って言っても、あとどうなんだろう、目白の方、モッチーさん見てたら目白の方のサイズを教えてください。どうだろう、目白も M だった気がする。1号店と全部3店舗とも M かな、この辺はあんまりサイズ分けしてないと思うんですよね、うん、どうでしたかね。いや、その後ろがゴムだし、ヒップ周りいわゆるだから、うん、基本的にフリーサイズに近いと思うですね、うん、あのゴムが縮んだ状態で平置きで34、うんうん、まあ、68、うん、完全にあのゴムがこうキュッっていう、あの平置きの状態で68ですね、ですね、はい、ヒップはもうほとんどの方問題ないと思いますので、伸びると86くらいになります。伸びると86、もうそこまでなくて全然いいわ普通に、はい、もう普通に履いていただける感じ、うん、うわ綺麗綺麗、これ綺麗、このまんま綺麗、おしゃれね、いいですよね、はい、この感じで、うん、いつもありがとうございます。
で丈もやっぱりしっかりありますので、うんうんうん、ね、175センチぐらいある方まで全然大丈夫です、うん、はい、ね、で当然これストーンとしたワイドなので丈詰めてもシルエットは変わりませんので安心してください。私が履くと20センチぐらい詰めなきゃいけないわってよく、ね、うん、冗談でおっしゃる方も多いですけど、20センチ詰めてもシルエット変わりません、全然問題ないです、はい、水色綺麗ですね、ほんと綺麗ですよね、いい色ですよね、うん、うわ綺麗、そう今回は黒黒にしちゃいましたけど、うん、こちらね、うん、爽やかに綺麗です、はい、もうこの感じでいいですよね、うんうんで、まあ、今回はデニム合わせましたけれども、うん、三重カリメロさん、先日ありがとうございました。商品届きましたか？あ、僕ら、うん、ネックレスちょっと挑戦してみますって。あ、いいですね、はい、ネックレスも買っていただいて、イスコデニムのジージャンとね、あ、バッチリじゃないでしょうか、うん、こんばんは。やっぱり島木さんのお品は本当に素敵でうっとりします。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます、はい、ベルト行きますねってね、ルミナスさん、ぜひベルトを、ね、お持ちのものに使ってください、うん、これだったらちょっとしっかり、あ、とっても素敵な素敵なお品が届きました。ありがとうございます。こちらこそです。もう本当にいろいろこうやってコメントまでいただいてね、ね、嬉しいこと限りないです。今日もぜひゆっくりご覧ください。ね、何か質問がありましたら何でもそうですね。はい、もう本当お気軽にコメントいただけたらと思いますので、はいはい、ちょっと最初はデニムのシャツ柔らかいやつなので、うん、一緒にまとめて。うん、ベルトしてましたけど、うん、このベルト生かすとなるのはもうちょっとしっかり地のジャケットがいいかなと思いましたので、まあこれでいいんじゃない、うん、ね、うん、たくさんジャラジャラ使用します。絶対してください、ね、もうあと 2,3 本足してもらってもいいですので、はい、そうです、うん、今回ね、基本的には金と銀、うん、要するにゴールドとシルバーっていう合わせとかは色が違うことによって個人的な感覚ですけどストレスを感じるんですけれども、うん、今年はこの金と銀が同じ状態、同じこう画面上っていうんでしょうかね、うん、ルックスで見るところの、はい、ファッション全体で見るとむしろそれがコンビになってる感じ、金と銀ミックスの感じが非常に非常にファッションとして新鮮でかっこいいおしゃれと思いますの で, です、ね、うん、金と銀が同一の上こういうコーディネートの中に混ざってくるとどちらかというと不愉快を感じる方なんですけれども、今年の、うん、なんかこう、うん、いろんなこう視線の中の流れっていうのかな、その中に金と銀ミックスした感じがとても素敵に感じますので、ぜひあえてそのミスマッチをベリーナイスなマッチングっていう感じで何言ってるか、はい、俺も言ってる意味が分かんない、はい、ね、綺麗に馴染みますね、はい、キャップスリーブのバストは何センチでしょうか？あ、バストですね、これ2サイズ作っておりますのでどちらにしても全く問題ないです。今測りますね、2サイズあるよね、こうやってゴールドとシルバーの中に混ぜちゃった、はい、そうそう、だから今年は混ぜた感じがむしろ楽しいので混ぜてほしいということです。この感じ、なんか普通なんだけど、かっこいいね。でも、ナチュラルに、うん、良いのではないでしょうか。はい、まず40の方が、はい、平置きで45、90ですね、うん、はい、はい、はい。バスト90です、普通に。なので、98ぐらいの方まで綺麗に、1メートルぐらいの方は全然ストレスなく綺麗に着ていただけます、ね、伸縮が、ね、はい、それが86かなかと思います、
38の方が、はい、少しラグランになってるから余計バストはナチュラルに拾えるはずだよ、うん、そう86ですね、86ですね、うん、はい、これね、あの去年面の面のカットソーなんです。あの毎年夏場は、あ、ひとみさんです、私もトップス気になってました、ニットですかって、これアップにしてカットソーですね、あの去年の面って言いましてね、面のカットソーの面の糸のよりを強くする、うん、このよりを、はい、ねじりを強くすると、こうピッて合わせるとくるくるくるって、あのまた2本の糸になるよね、うん、そういう感じで戻りをできるだけ強くするような感じで織り込んでます、ですね、それなのでこの糸自体、素材自体が非常にこう戻りがいいのでシワにならないのと、表面が綺麗なんですね、つるっとして、うん、そして一番の良さは洗濯、いくら洗濯機で洗ってもこの状態にシワが出ないので安心してあの洗いができます。それと汗をよく吸う、うん、いいことづくめです。しかも涼しい、はい、そんな感じですね。これはねちょっと自慢、うん、で伸縮が効いてるので、はい、こうやって去年は80枚ぐらい作ったんです。いっぱいね作りましたね色物は少し残しておりますので、うん、また色物が欲しい場合は着心地最高ですよ、ですね、はい、ね、首って意外と汗かくのでこういうデザインは貴重です。汗をかいてくださいも汗もきれいに自然に吸ってくれますから、ね、もう毎日あの洗っていただいて大丈夫です。あと日差しが強くなってくると、うん、日よけにもなるのでね、うんうん、この首の高さが、はい、あとはやっぱり夏ってほら昔の、サブリナの、はい、オードリー・ヘップバーンの麗しのサブリナのアメリカンスリーブのハイネック、はい、タートルネックってあるじゃない、うんうん、彼女は袖をこうえぐって、よしこうタンクトップでタートルなんだけど、うん、それにお袖をつけた感じですね。ですね、はい、こうやってもう一回お見せしますけど、はい、キャップスリーブに、はい、そうですそうです、そうなってますので、そこのところのね、その10センチのお袖のつき方が、うん、女らしさをより高めてくれるのと、うん、やはり、なんていうの、夏だから袖が、うん、できるだけない方が涼しいのも確かですね。そうですね、はい、でやっぱりアメリカンスリーブとかだと気にされる方は、ね、うん、やっぱり多々いらっしゃる、うん、こっち、それと場所を選ばないじゃない、これパッて脱いだ時、公衆の面前でもタンクトップだとちょっと気になるした方がいいよなっていう場面あるじゃない、はい、これだったら脱いだ時に余計威力を発揮しますね、うん、夏のハイネックってかっこいいと、本当です。そうなんです、はい、そうなんです。で折り返して二重になっておりますので、首からどうでしょう、6センチぐらい浮く感じで、あ、ここが、うん、あの折り返した時にね、あ、折り返した時、うん、でダブルにもなるし、クシュクシュって下げて着ていただいてもいいので、うん、どちらにしてもね、首のところに少しこうボリュームが若干出るのがポイントです。そうですね、首にピタッと張り付く感じじゃないので、はい、それが1枚でうっすらなってるとちょっとアダルト、やぼったい、うん、アダルトがやぼったいわけじゃないんだよねあのかっこよさがこう地味になる、うん、ここに厚みがあると、厚みっていうんじゃないね、まあ、立体感ですね。そうです、立体感をここに作ってます、うん、はい、そんな感じですかね、はい、1本目はサラ、いや、これいいよ、うん、すごい綺麗ね、うん、そんな感じで、うん、そんな感じでいいと思う。お値段いきたいと思います、うん、最初にこちらの太ベルトで合わせていた方のデニムシャツ、はい、こちらは綿100ですね、はい、土曜日お邪魔した時色違いも見せてくださいって、これはありますか、うん、目黒から持ってきます、うん、あります、ではご用意しておきます、はい、こちら 13,200 円になります。デニムね、はい、はい、でこれはね、このインナーのこのカットソーの、うん、そう、もう先に言っちゃう、はい、こちらのカットソー、はい、お値段が 7,590 円になります、はい、これあのケイスイート PO さん、スイートポエムさんか欲しいですねって、これいいですよね、これはいいですよ。しかもね、ちょっとエレガントなの、あの目面がカットソーなんですけど、
ザクッとしてないの。そうですね、はい、見た目面が光沢があるんですね、うん、つるんとなってる感じでブラウスですね、ほぼ見え方が、うん、いや本当、はい、インナーというよりかもうこれ1枚でいいんですよね。はい、そうです、そうです。喋ってばっかりで写真撮るの忘れてた、ごめんなさい。ちょっと外してもらっていいですか。はい、うん、これね、もう一回アップしてみてください、うん、見ていただいて、うん、大人買いできる値段、ね、そうなんです。あ、そうですね、これはね、はい、カットソー大きい方お取り置き希望します。はい、モッチーさん、ありがとうございます。はい、2号店よろしくお願いします、うん、これはいいですよ、うん、今回ね、黒だけ30枚ちょっと作っておりますので、うん、今の段階では十分なんですけど、去年も2週間ぐらいで黒だけなくなっちゃったんで、あ、そうですね、うん、なんか追加で頼みましたもんね。そう、70、80作ったんだけど、色物は綺麗に残ってますけどね綺麗にって全部全滅ってわけじゃないよ、はい、もう断然黒、色違いで何枚か欲しいって、まず黒はキープしてください、よかったら。あ、そうです、ね、明日のライブで、目白ライブで色違い、見ていただくように紹介いたしますので、ああ、はい、じゃあまた明日も楽しみに見ていただけたら、はい、まね、うん、で、こちらのデニムのジャケット、はい、フライガールですね、はい、こちらのジャケットが、はい、またこれ形綺麗なんですよね。綺麗よね。こちら 47,300 円になります、はいはい、皆さんもいろんなところでご覧になってたら、間違いなくそう思っていただけると思うんですが、この袖付け、肩をきちっとセットインしてるジージャン少ないですよ、意外とね、うん、みんなドロップ、肩から10センチぐらい落ちた感じで緩い感じのジージャンばっかりなので、はい、こういうちょっと逆に言うとウエストも絞って綺麗にシルエットを作ってるジージャン、うん、デニムのジージャンおすすめです。いいですね、っていうかないですよ。で、こちらの綺麗なサテンの、これ綺麗だよな、なんて綺麗なんだろうまだ出してないこちらのワイドパンツ、はい、こちらが 25,300 円になります、はい、え、お手頃だね3万いかないですね、あれ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 、なんかね、フライガールっていいですよね、うん、こういうところね、うん、これめっちゃいいと思う、うん、いろんな意味でおすすめしたい、うんうん、そのカットソーの、うん、なんだ、ボトル、うん、あ、ごめんなさい、キャップスリーブの、はい、カットソーは皆さんにおすすめなんだけど、これはこの感じが好きな人には絶対おすすめですね、うん、めっちゃいいです、はい、うん、そんな感じで、はい、次新谷さんお願いします。いや、いいね、これね、ね、もうこのままさらっと、うんうん、良い良いです、良きです。よいしょ、では失礼します、はい、はい、ありがとうございました。はい、今日、あら、しんこかわいい子、ありゃ先にやっちゃった、モッチーより先に入っちゃった。そう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 、でも多分また全然違うと思うので、モッチーで着るなってたの、そうそうそう、本当にサロペ、そう、もう本当に好きで、うん、何気にね、ライブなんだけど好きを着ちゃったって感じね、もう本当に好きで、はい、なんかでもこれをこう、はい、ズリズリにして、はいはい、多分もっちゃんがきっちり履かれると思うんですけど、うん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 、私はちょっと大人ばき、うんうん、そのトップスもいいね、そう、そう、これね、すごい綺麗なんですよね、うん、そう、このダブダブ感の、うんうん、なんかね、良きです、良きです、感じがね、はい、で、ブーツ、やっぱね、うん、今の時期この意外とこの黒のね、はい、ブーツ、この柔らかい感じがね、すごいいいんですよ、そう、そう、それがすごい好きで、うんうん、ね、お店的にもハイカットのスニーカーとかスリッポン、うん、今はガンガン押してるんだけど、これからの時期に一番このね、そう、うん、そう、ロングのレースアップブーツ、それとショートのレースアップブーツ、うん、ふんだんに春と
足元のブーツを混ぜてほしいですね、うん、そう今なんですよね、うん、このダボダボ、うん、フライガールのパンツの裏地はついてますか小関さん。裏地はないです。ない、見てみて、なかったっけ、なかったと思う、ちょっと待ってください、うん、ついてそうな気もする。なくても透けないよ絶対、うん、透けないです。ない、ね、ない、うん、はい、裏地はついておりませんが 100% 透けません。全く透けないです、うん、サテンなので滑りもいいです、うん、裏地は表のツルツルと違ってさらっと、うん、はい、折れてますので、こっちの薄い明るい方の色でも透けないので、うん、もう全く安心です、うん、はい、はい、ごめんなさい、はい、失礼します、差し込みまして、ね、かわいいね。そうね、かわいいですよね、ほ、うんと、うん、に。で、またね、このニットがね、うん、まあ、これセットアップで上下であるんですけど、はいはい、なんかこの雰囲気がたまらなくかっこいいもんね、うん、うん、合っているというか、うん、新谷さん、すごくいい、やっぱりおしゃれさんだな、やった年齢的に厳しそう、トップスを上にしたら着れるかもって。そう、あの年齢的にね、だって自分でよ、あ、本当ですか、うんうん、って自分もね思ったんですけど、うんうん、でもやっぱり好きは好きだし、うんうん、なんか着方によって全然多分ね、うん、全然大丈夫なのとか思いながら、うんうん、それでですね、うん、もうお、いいな、やっぱり楽しむって大事よね。大好き、もう本当嬉しくって、うん、これかとか思って、うん、スノボをやってきた後だから余計前のめりね、こう、うよっしゃって、ボロボロ、うん、ボロボロ、でも姿勢がいい、うん、ああ、姿勢、うん、ね、ちょっとなんかこんな贅沢なものを、おお、なんかまた雰囲気変わっちゃうわよね。そうそう、なんかちょっとね、うん、スーパー贅沢な、そう、スーパー贅沢なんですが、がこのぐらいの無造作に着たいのよねって。そうです、本当にそうなんですよ、うん、これはもう素敵素敵、うん、ね、もうなんかかしこまってとかじゃなくて、うん、好きなもの着たいですよね。もう本当にそう、そういうこと、そういうこと、もう何でも、うん、好きなものをかっこよく着るにはセンスがいるけどね。だから進行はバッチリなのよってこと。あ、出た、うん、っていうか、もうこんなんかっこいい、かっこかわいいっていうか、このね、横姿とかも、うん、やっぱこれにはこのブーツのね、うん、感じがいいの、ね、良、うん、かったりするじゃないですか。とても良いです。とても、ね、うん、良いんです。そう、皆さんライブを見ていただいている方たちはかなりん、ね、あのファッションの病をこじらしている方が多いと思うから、着こなし皆さんはもう間違いない、うん、なんかもう楽しまないとね、うんうん、みたいな、いい感じだね。それでちょっとお帽子かなんかかぶってもいいんじゃない、キャップでもハットでも。お帽子かぶると、うん、もうほんとあられちゃうんじゃないかな、うん、うん。みゆきさん最強のトネ合わせ素敵で。それだって。それはそうですよね、最強ですよこれは。このカジュアルにトネを合わせちゃうって。うん、あ、でもいい。良きよ、いい、うん。やっぱりイタリアだよ。もうこれにとこんな。イタリアーなー。もう本当にこんなん合わしちゃった。いやー、最強でんな。でもね、これは合わせたかって感じだよね。そう思った。でもね、許されない罪な女。でもやっぱ。はい、なんかこういうのってね、こう、そうそう、こうやってこれでもう、もう本当にいいものを着ながら、最強無敵、最強無敵、この楽さ、うん、最強無敵よ、一番好きなんですよね、そういうのが。だってそんな格好でそんなの羽織ってる人いないもん。ああね、本当はね、皆さんこうであってほしいんですけど、うん、このぐらいやっぱり ね、うん、ね、突っ込んでほしいけど、まあちょっと贅沢、うん、金もかかる、まあまあね、うん、ちょっとこの辺にハートなんか飛ばしてるんですけど、そう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 、それもひっくるめておしゃれじゃん、うん、ですよね、うん、そうそう、なんか大人なんだけど、ちょっといいじゃんみたいな、決めすぎてバチコンどうっていうのはもう見てても、もあ、確かにかっこいい、かっこいい、いい、はいはいって感じで、なんかもうこれで普通にこの役だなって歩きたいなっていう、え、なんなの、なんなのみたいな、そう、いやでもかっこいいですよ、かっこいい、ね、かっこいいですよね、うんうん、もう本当
もう大好きなの。このまんま良いよ、うん、うん。このまんま良い。帽子も良い、ね、全部良い。意外とこれ大丈夫でした、うんうん。このトネ着ると幸せか不幸か分からなくなります。どういうこと？いやいや、こういうの無造作に着始めると、いやもう本当に限りなく贅沢にもなるもんね。なりますよ、もうなりますよ。体が知ってますもん。そうそうそう、体と目のね。そうそう、全部不幸になる。この辺をもう着ちゃうと、う本当にね、これが日常になっちゃって、これを求めちゃうんじゃない？そうです、本当に、うん、そうなんです。それはそうか、うん、すごい、それが不幸の入り口みたいな。そうそう、不幸っていうかね、金使っちゃうみたいな。そう、もう本当に、本当にそうなんですよね、うん、ね、満足感がね、違うもんだって、まあ、もう求めちゃいますもん、うん、この辺は、はい、楽しいでもここまでさ、はい、ここまでいい意味でずっこけるぐらいあの楽しんで置いてこれを羽織るっていうのがね本当ですか、うん、そうなの、うん、そうなの、そうなのよ、そうなのよ、こんななんかもういい感じ、うんうんうん、もうなんかあれよ、禁じられたファッションよもうだってもうね、もうスーパーすごい、ね、スーパー贅沢な普段着、そうだから、でもかっこいい、ね、そう、うん、どんなところに行っても本当に赤い絨毯のところに行ってもね、まあまあね、うん、あらーってね、一緒にドレスアップしてる、うん、そのお招きされてる人たちの中にちょっとこう入り込んで、うん、一緒に写真撮って全然、うん、こうグーって、これでちょっといいですか、うん、ちょっと長くなってすいません、いやいや、これでね、あの、うん、キラキラ的なバッグってなりますよねいいじゃないの、そのきらめきが大事、どういう感じかな、これだとちょっと寂しいんだけど、それで寂しい特技、そう、なんかもうこういう感じでね、うん、普通にホテルのお食事とかになんか、うん、あーごめんねみたいな、なんかねこういうのでね、もう全然普通にやっちゃおうよみたいな大丈夫、そう、もっと許される、はい、そう、本当に本当にこのくらいでね、はいはい、かわいいの、うん、こう、うん、ね、うん、すごい、それアップで見せてください、トネのその上着も、あ、このしましなかなかわかんないですよね、そう、もうこのすごいんですよね、これね、わ、うん、かりますかね、もうね、そしてね、これは本当最高、うん、この裏のガーゼみたいな、はい、すごいんです、この感じがまたね、はい、もう本当に綺麗なんですよね、はい、なんか本当にいい感じ、うん、そしてダメだよよく常に言うんだけどダメダメよ、本当に、うん、そしてこのハートのサロペが19,800円、うんうん、はい、このニット、はい、それがいいよね、そう、これまたね、すごい着心地よくって、うん、ちょっとね、個人的にはそのね、ニットがおすすめなの、そう、すごい好きなんですけどね、はい、これまたこのサロペットでどうしてもね、ブーツとね、このトータルのコーディネートを見てほしくてね、着てるけど、これもう単純にこの、ね、うん、セットアップで、ね、セットアップで着ていただくと、そうなの、そうなの、はい、超かっこいいんだ、ね、超超スーパーかっこいいですよね、でこれのまた、うんうん、このキャメルベージュ、はいはい、もうこれが最高に好きなの、うん、ね、デザインがこれです、そう、これはね、あえて着たくないな、うん、これ2色全部買っていただいた方いらっしゃる、あ、でもスペシャルにかっこいいですよね、うん、そう、こんな、もうずるい、はい、ずるいって、綺麗ね、襟振りもね、少しこう、ボートネックのように、すごい綺麗なんですよ、このね、はいはい、このキャメルのニットがまたすっごい着るとかっこいいんですよ、はいはい、ね、ここでヒップ、あの、ヒップを押さえてくれて、あの、着る位置を勝手に作れるのよね、そう、それがまたかっこいいの、うん、そうです、そうです、で、お袖がだからこんな、なんかこんな雰囲気なんですよね、はい、これスペシャルに気持ちいい、うん、もう肌触りもちろん気持ちいいんですけど、はい、はい、ね、うん、で、はい、1ヶ月ほど出してなかった、やっと出てきましたね、10秒間そう、この、お値段が 38,500円、はい、トップスがね、はい、はい、そしてなんか可愛いね、これね、やっぱりね、背中も綺麗で、うん、なんか可愛いですね、うんうんうん、スーパーいいと思う、ね、
これね、そしてこちらちょっとね、贅沢ですが、見てくださいですけど、このもう本当にいいんです、もういいんですよね、もういいんです、もうでもスペシャルになんかあの、はい、おしゃれなんです、はいはい、そしてお値段もおしゃれなんですけ ど、13万と900円、はい、うん、もう素敵ね、いいですよね、うんうん、でもこの値段だからできることだったり、うん、そうですね、うん、っていう感じですね、うん、でもなんかその合わせがちょっとね想像つかなかったけどなんかいい感じ ね、とてもいい、ね、よかったでしょ、うんうん、なんかすごい嬉しい、これが本当に早く見たかったの、うんうん、気になってましたそれがシンプルの良さよ、もうすごい可愛いでしょ、うん、可愛い可愛い、そう、ありがとうございます、うん、以上です、うん、はい、それはね、そう、想像を、うん、超えちゃうからある意味ぶっ壊れてるしある意味そう天才だからその両方を持ってるから面白い、うん、素直に思う、そう、身引きだけどね、いやいや、なかなか今のねコーディネートささっと作れない、ね、最後あれ羽織るんだって、そう、あのトネが効いた、うん、朝一番これ見た瞬間、着替えていいって言ってよ、きっとね、着替えていいって、あ、ほんと、かいよね、はい、ずっとテンション上げ上げでしたから、うん、はい、個人的には上げ上げな一枚です、こちら、またこちらね、ポッシーの、うん、めっちゃいいですよ、いい潔いロングのカーゴの、しかも、まあサロペットではないんですけど、あれがね、ジャンバスカート風に着ていただけます。外せます。ですね、ここがカチッと、はい、うん。でもそれはもう垂らしてる方がいい。ね。うん、そのまま、その感じで着てほしい。で、こちら、はい、早速お色違いが、これ 黒、 黒の方が分かりやすいかも。うん。はい、ね、こっちが見ていただきやすいかと思うんですけど。うん、かっけーですよ。これね、このしなやかさ、光沢感、うんうん、朝100ですね。うん、光沢もびっくり、ね、朝の光沢ってほんと綺麗なんですよね、うんうん、いい朝でございますね、はい、もうホッシーの朝といえばこれこれって、うんうん、後ろのスリットはどのぐらい入ってるの、後ろのスリットは結構入ってます、はい、入ってますね、うんうん、合わせのスリットになってて、はい、うん、で、ヒップの上のポッケのそれ、それは見せかけになってる？こちらは扱えます、うん、今しつけてありますけど、ね、うんうん、本当に使えるポッケですね、はい、はい、でこういった感じで、うん、そうですね、それでちょっと見せてください、結構本格的に作ってありますね、うん、いいサスペンダー、はい、うん、ハンガーが見づらいから、うん、よいしょ、いや、かっこいいよね、この長さ、ね、このスリット、こういう感じですね、こんないい朝、うん、日差しが強くなって暑い暑い夏になると最強ですね、ですね、はい、でやっぱこの朝の生地の表情とかね、うん、はい、もう本当いいですよね、はい、これはホームページに乗っかってるのかな、まだ乗っかってないのかな、乗ってなかった気がしますね、うん、まだどのお店も入ったばっか、あ、この辺は売り場には一切出しておりませんので、うん、ですね、もし見たい場合は聞いてください、はいそう、おすすめですね、これは、うん、かっこいい、ほんと綺麗、形が、うん、朝もピンキリですけど、うん、なんでしょうね、打ち込みがしっかりしてるの、うん、もう全てにおいてね、うん、朝の糸そのものもいいし、いつも言う糸の細さと糸の、はい、あ、織の、うん、密度が濃い高いですね、はい、形がもう綺麗にできてます、うんうん、さすが欲しいって感じですね、うん、もう単純にね綺麗です、うん、はい、で、うん、こちらのHT シャツ、うん、追加でいっぱいまた入ってきましたので、うん、ました、ちょっとこれをまたご紹介しつつ、はい、ピンクって意外と使ったことなかったかなって素敵すぎてやられます、ありがとうございます、いいですよね、うん、
あ、これジャラ漬けをちょっと遠慮してんのね。あ、ちょっと遠慮気味、うん、はい、遠慮漬けです。遠慮漬けのジャラですね。はい、そう、こちらの白と、はい、そう、これがあの地がね、ツイードの感じになってるやつですね、はい、で、金のスパンコールと刺繍が、はい、ね、1回目、前回っていうかね、今回の出張でこの辺はもう、はい、いたたまれず持ち帰ってきたんですけどね、うん、あっという間に売り切れて、そうすぐなくなっちゃったんでね、で、うん、追加で白と黒2色かな今回ですね、はい、はい、前回20枚ほど仕入れてきたんですけど、今回は黒白だけ作ってもらいました、うん、新たにね、新たにね結構な枚数入っております。これはこの夏の T シャツの1、うん、2番手の個人的な推しですですね、はい、何でしょう、この生地感、まあ、袖の感じとか、うんうん、やっぱりこのデザイン出来がいいの、その、そう、ツイード風の感じで刺繍叩いてて、スパンコール禁止でエッジをこう押さえながら、うん、で、そのスパンコールとかの若干の重さに、はい、引っ張られない、だれないような感じの厚みの面を使っております。そうですね、はい、ここがね、結構縁がしっかり取ってるので、はい、ここに生地が引っ張られちゃうとね、もう安っぽくなっちゃうので、ね、はい、そうです。でも暑くないんですよ、夏物なのでね、ね、涼しい感じで着ていただけます。はい、で、ちょっと今だと涼しすぎるかなと思って、はい、先日の暖かさだったらもうこれだけでいいんですけどね、うん、ね、あら、そういう感じでも合わせたのね。ちょっと綺麗めで合わせてみようかなと思って、うん、なるほど、また全然雰囲気が変わりますけど、うんうん、どうかな、フルッティフルッタの、うん、イギリスの大井さんになってるね、イギリスの大井さんのちょっと普段着ね、上品なんですね、このキャサリンさんか、キャサリン王妃、うん、ね、黒に白の、うんうん、この肉厚のトリミングがすごい綺麗に効いてるのよ、はい、ポッシーのこのやっぱりスカートが、はい、カジュアルなんですけど形綺麗めなので、うん、この感じでもまた良いのかなと、うん、綺麗と思います。あとは、うん、それはもうバッチリ王道な感じ、それはもうヤオチョでインチキみたいなね、そう、あって当たり前こっちはもう完璧に合うので、はい、こっちも合わせてみたいと思います、うん、はい、それぞれにね、やっぱり好み、うんうん、そうね、が出るかなと思うので、うん、やっぱりこうちょっと一味突き抜けた感じのかっこよくおしゃれに着たいっていう方にはやはりこれから梅雨に向かってこのぐらいの感じを、夏と川、うん、朝と川、こういう感じ、デニムに川、朝に川、うん、こういう感じの合わせで着てもらうとですね、非常に非常にテンションが上がるコーディネートかなと思います、うん、非常にこうリラックスしているんだけれども、やっぱりちょっとビシッてなりますよね、そう、他者が見ると他の方たちが周りから見るとうわーってスペシャルかっこいいと思います、うん、もうこの感じは間違いないね、はい、もうこれはね、これはもう八百長でみたいな、ね、うん、あって当たり前みたいな、またこのピンクの感じもちょっと引き立ってかっこいいかなと、うんうん、あとこれが例えば、はい、外国的なコーディネートだと、もうこの感じに合わせてこんなに栗の大きい、あ、襟の、うん、そうそう、イタリア、アメリカ、まあそこら辺の感じで言うとビバリーヒルズとかね、あ、ビバリー、うん、ここの栗の大きい同じような感じのカットソー、まあ要するにキャミソール、はい、タンクトップぐらいの感じでこういう麻のスカートとかで合わせてこういう革を合わせると、よりハリウッド的になるかなハリウッドでけん、うん、そうですね、はい、なる必要もないんだけど、まあ、そこまでいくともうちょっとこう遊びのパ
場とかパンチの効いたコーディネートしたいっていう方には中の襟ぐりを広くしたもので、でスーパージャラ付けしてもらうと万全かなと思います。はい、栗を大きくした上でジャラッと、でもこの方が普通に着られるし、万人がうわーかわいいおしゃれって感じだよね。ちょっとあとタイムリーな感じに、そう思います。そんな感じですかね。はい、このスカートが何よりそうだね、綺麗なので、はい、ちょっとこっちを生かす感じで、でこちらの羊革のライダースですね、こちらが 61,600円になります。はい、あ、それとごめんなさい、今日のその靴、あ、こちらのね、靴ね、もう一足ある、手に持ってお見せできる、ああ、スイコ入ってるかじゃあちょっと片方脱がして大丈夫？今日お見えになった人はライブ見てらっしゃらないとは思うんだけど、うん、まあ皆さんにこれ 23.5 が特別動きが良くて、そういっぱいね、はい、追加してるやつがもう 2,3 日ぐらいで入ってまいりますので、何人かね、もう切れちゃってて探してらっしゃる方いらっしゃるので、はい、もう3日4日で 23.5 入ってきますので、まあ週末ぐらいにお問い合わせいただければほぼ間に合うとは思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、そう 23.5 がもうなかったのでね、はい、このハイカットもかっこいいんだよね。かっこいいですよね、うん、綺麗ね、優しい、女らしい、ハードにならないね、こういうライダースって結構一瞬きつくなったりもするんですけど、うん、こういう着方すると全然ならないと思います、ね、うんうん、と思います。良いですよ、うん、はい、で、こちらのライダースが 61,600円、はい、羊革です。はい、で、こちらの T シャツ、うん、3色、うん、改めて揃えましたので、はい、ね、でもやっぱりお早めに、うん、本当に本当に、ね、で結構かなりリーズナブルです。こちらのお値段が 12,100円になります。はい、凝ってます、はい、ね、うん、これねホームページとかでも皆さん、うん、結構注文いただいてるの。あ、ホームページの、うんうん、まあ、それもあって、うん、ライブとか、ホームページ、はい、のなんだっけ、良さホームページでとか、はい、ホームページでの写真で見てもこの良さと価格で、うん、躊躇はない感じで皆さん注文いただいてるので、うん、はい、その躊躇なさの部分の見え方とあえてまたこちらのライブで、うん、しっかりおすすめしたいのは本当にちゃんとしてます。そうです、はい、もうそれは大前提です、はい、そうです、本当にちゃんと、はい、見た目以上にホームページとかで見た目以上に、うん、普通にちゃんとしてるので絶対おすすめしたいです、うん、ですね、はい、以上私からはでこちらフルティフルタのジャケット、はい、こちらが 44,000円になります。はい、44,000円、うん、こちらも綺麗です。ですね。はい、キャサリンさんが着るぐらいきちんとできてます。きちんと、お食事とかに行くのにも、うん、襟立ててみてください。はい、この襟のね、はい、襟裏は白でトリミング綺麗にかけてます。はい、これをラフにね、襟立てて着ちゃう感じもかっこいいですよね。ですね、うん、きちんと着て当たり前でもちょっと崩して着たいかなっていう気がしないでもないですね、うん、そう、このボタンの感じとか非常にね、うん、また、うん、で、はい、こちらのホッシーの朝キャップのスカート、はいはい、これはそこそこしそうな感じします。まだ値段も見てなかったです ね、 ね、まだどこも出してないかなと、はいはい、そうです。こちらなんと 29,700円、はい、思ったよりはリーズナブル、37,000円と思いました、ね、はい、これ皆さんまた声が大きくなるな、リーズナブルと思います。この出来は本当リーズナブルな感じがします、はいはい、Hロゴの黒ございます、あ、向こうか、
しばらく見るか、はい、あります、ね、うん、今は白黒ドカンと追加で出来上がってきたばっかりですので、そうですね、はい、これはもうなくなります。もう本当早いですよ、この辺は。最初がすごかったんでね、うん、追加後もやっぱり早速動いていますので、うん、はい、これ安いね、うん、このスカート、うん、ヒップ周りとかどのぐらいある？あ、ヒップですか、うん、すごい細く見えるんだけど、割とヒップ自慢の方も履けるようにポッシーはできてるんじゃない？あのこのポケットでそう見せないだけで、うん、割としっかりと、うん、そうそう、うん、1メートルありそうだね。ヒップで100ですね。だよね、うん、ヒップで100あるので、割とヒップ自慢の方も履いていた、普通に履いていただけるタイプです、はい、この長さがかっこいいです。で、後ろは、ゴムが入ってたんだっけ、これ、ゴムはないですね。あ、そうか、ゴムはさっきのあれか、はい、はい、で、竹感はしっかりあります。ありがとうございます、はい、こうやってベンツのスリットが割と深みに入ってて、うん、この着丈、あ、着丈ですか、うん、92、3なりそう。私が履いてゆとりやります。ジョーだってお尻ちっちゃいじゃないあ、今日履いてみたんですね、きっと。あ、履かれたのか、うん、96だね。かなりくるぶし丈ありますね。163、4センチの方、しっかり丈を取ってますね、はい、うん、はい、ね、これかっこいい、うん、何より生地感がいいんだ、やっぱりフォッシーの朝は、うん、ジョー、これかっこよかったでしょもう着た前提、うんうん、いや、絶対着てると思うそう、改めてこちらに私が履いてゆとりあります。あ、そうか、うん、29,700円、大変わけ、履かないわけがないですね、うん、そんな感じで、うん、そうそう大人の着方はサスペンダーを下げるのですね。どちらでもいいんですけど、下げた方がちょっとおしゃれな感じすると思います。だらしなさが全くないので、逆に形が本当綺麗めなので、この1、2年、遊びで、はい、テープみたいのを下げたりとか、うん、布地を下げたり、いろんなデザイン多いじゃない、ブランベールなんかもそうだけど、そうですね、グログランを垂れ下げたり、ね、垂れ下げたり、グログランを下げたり、垂らしたりしてる、そういう衣装効果、うん、そういうイメージのものデザインでもありますの で, です、ね、外すことも当然できますし、うん、まあもちろん使っていただいていいんですけれども、はい、うん、本当これサスペンダーになってるね、しっかりとサスペンダーです、うん、だからジャンバースカートっていうよりはサスペンダーですね、これね、よく、うん、昔ながらの、うん、メンズのね感じのサスペンダー、はい、それと一緒、そんな感じ、なかなかだね、うん、はい、どちらでも大丈夫です ね, ですね、着方としては。いつもありがとうございます。こうやって形が崩れないですからね、はい、横に、はい、うん、しっかりしてますね、綺麗です。はい、そんな感じです。ちょっと長くなっちゃった、うん、かっこいいですね。島明さんのセレクトされる朝は素敵です。本当そうなんです。うん、もうこちらこそいつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。では最後、最後ですね、はい、ヨッツさん、でも基本的にいい素材のティーラメントとかフォッシーとかフルッティフルッタとかその辺の選んでいただいてるケースが多いので、特にね、こういう綺麗な本当にいい生地の朝とかはおすすめしたいですね。はい、あと進行、ほら、また一人世界を楽しんでますな進行ワールド、かっけー、かっけーでしょ、このワンピースも最高にもう星井さんなんですが、ねえ、生地こんなにいっぱい使ってて、うんうん、あとこの生地がいいのよね。そう、もうさらっと何でしたっけ、うん、これってキュプラメンみたいな感じの違う、さ
再生なんとか。あ、リオセル、はい、リオセルですね。リオセルポリエステル。もうサラサラです。はい、テンセルの一種ですけど、うん、もうとにかくテンセルでもテロンとしてない感じのね、もう本当に綿に近い。ね、でこの張り感がね。そう、張りあるんですけど、サラッと。うん、でシアサッカーみたいな感じで少しこう膨れっぽいね、ポコポコした感じの夏のペタつきを、うん、あの ないように生地にあのシボ効果をつけてます。そのシボの感じがまたね、このストライプと相まってね、すごい綺麗よね。この大分量、うん、もうティアード部分のこの大分量が超可愛くて、うん、可愛い。で一瞬ね、襟開けて着たいなと思ったんですけど、この分量だからここで、うん、で、うん、一応ここにポイント J の前、J、うん、そうね、はいっていう感じでね、 J をね、はいはい、持ってきて、でなんか閉めるので、うん、キャップ棒も、うん、そうだ、バイケイさんがね、ポッシーが作り出すカジュアルの世界観とっても好きですって。あ、ね、結構ポッシーは ね、分かります、いっぱいそう買っていただいてるのね。なんかこのね、うん、このなんかこのティアードなのに、あの、うん、一般的なティアードの甘さとかじゃない、それが本当にこうコレクションそうモードに仕上げてるんだよね。ですよね。で、うん、なんかこのさっきもね、あの、うん、やってましたけど、うん、いいじゃない、ハイカットのスニーカーでも足元のバランスも進行ね、なんかいい感じですよね、うん、もう素足で履いちゃえみたいな世界の方が綺麗かなっていう、かっこいいね、この足元。そうなんですよね、うん、あのソール厚の厚底の感じのハイカットなんだけれど、全体のルックス、うん、要するにフェイスがすっきり細く見えるのね。そう、すごいね、細く見えるんですよね、はいはい、なのですごいすっきり、うん、足がすっきり見えるんですよね、うん、でこのフォーカーっていうのを、うんうん、どこかしらで締め、はい、締めて、うん、そうですそうです、ボーンっていう感じ、うんうん、はい、でこのバッグもすごく可愛いでしょ、この色がね、はい、うん、なんだか可愛いなと、うん、そしてちょっと待ってください、うん、さっき話楽しいって。で三宅孝子さんが、新谷さん何を着られても素敵ですねって。わー嬉しいちょっと泣く、ちょっと待ってください、うん、なんかそれでですね、うん、なんかさっきふるって見てたら、はいはい、ちょっとなんか、うん、あのいいじゃないよって、野球場に行って、あららららら、ちょっとなんか贅沢のなんか極みをちょっとここだけで楽しんでない、ね、ちょっとみたいな、うんうん、かっこよくないですか、なんかこの色具合と、かっこいい、夕方ちょっとなんか肌寒くなってきたわ、うん、みたいな、このねいい感じよ、このワンピースとこの、ね、足元のハイコット、ね、本当にそうそうそう、うん、この具合がね、うん、で再三言いますけどね、なんせこういうハイカットとか厚底系はとにかく足がでかく見えるのよ、ごっつくね、うん、これが見えないんだわね、そうそう、はい、本当にそうなんですよね、小さくすっきり見える の、ちょうどこのここの位置の、はい、そうですそうですそうです、ね、そうなのそうなの、すごい綺麗に見せる足を、うん、もうねゴジラみたいなね、あの足元のスニーカーとかもいいんだけど、うんね、ゴジラっていう言い方、まあまあまあ、ガシガシってね、ブリザードじゃないの、ブルドーザーのね歯みたいな、うん、やっぱり足元すっきりは女性のたしなみよね、かっこいいですよね、うん、でこれでね、うん、ちょっともう夕方もちょっとからって、うん、シチュエーション、はあ、それであれか右手にビール、左手にホットドッグ、ポテトチップスかな、うんね、うん、でもいいですよね、うん、なんかこの、この息が、うん、全てのバランスがいいですねって女王が、嬉しい、ありがとう、あ、うん、わお、ね、ありがとうございます、なんかね、なんか何でもないけど、うん、昔からあるバージョンだけど、うん、みたいな、うん、でもいいのかな、5000年の病に取りつかれた人の一言は重いですよ、嬉しい嬉しい、はい、そう思った一瞬、はい、もう本当にありがとうございます、うん、新谷さん、他と差がつく、にくい大人カジュアルよって、YKさん、どうします今日そう、ね、うん、鼻汁そう、うん、昨日スケボーで、あ、スノボーでね、めっためたなんだけど、元気出たかね、うん、ね、嬉しい、でも なんかいい感じよ、いいですよね、うん、何気にこの差し色の感じもね、うんうん、
全部ファンって華やかになんか見せてくれるかな、うん、みたいな感じで、ね、ってことで、はい、こちらの方の、はい、なんだっけ、これは、うん、ポッシーのワンピースとですね、ポッシーのワンピースが6万、はい、前向いててくださいごめんなさい、ポッシーのワンピース62,700円、はい、でちょっと多分ね、洗濯機で洗います、これはね、うん、もうそういうのもいいんですよね、はい、このザブザブ感がね、はい、すごい綺麗なんですね、はいはい、で、どれを言えばいいのかな、このバッグの方が、うん、これも何気に可愛いんですけど、うん、16,500円かな、はい、16,500円ですね、はいはい、うん、でこのジャケット、うん、ジャケットこれもおすすめです、皆さん、おすすめなんです、ね、なんかいろいろね、今みたいにちょっと夕方羽織って29,700円ですね、はい、あのデニムとか綿パンとかに、うん、やっぱりこうきちっとした感じのきれいめのジャケットもおしゃれなんだけど、このくたってした感じのね、そうそう、あの綿浅の、あの洗いにかかった、これもやっぱり脂肪効果の効いた ね、いいですよね、うん、何でもいい意味でカジュアルダウンできて、でもおしゃれ、都会派の一着だと思いますですね、はい、以上かな、うん、以上ですね、はい、はい、値段言ってもらってね、これ9,900円、はい、9,900円です、はい、皆さんジャラジャラ、今年は島と一緒にジャラジャラをちょっとね、私もジャラジャラね、スーパージャラを楽しみましょう、はい、ありがとうございます、はい、ジャケット色違いはありましたよね、それ、あります、あります、うん、ちょっと見せてください、この辺も IK さん色がもう、あ、少なくなって、こちら、うん、これが2色かです、ね、2色ですね、はい、こっちはね、メアさんの方はドロップショルダーにしてて、丈ちょっと短めです ね、うん、かわいいですよね、はい、おすすめです、はい、こちら2色ですね、で、そちらの朝の方が、はい、これこっちはこれとグリーン、あとグリーンか、これもすごくかっこいいんですよね、うんうん、これもね、また良さが違う、さらっと羽織っていただける、うんうん、こっちはもう本当セットインのジャケットって感じですね、はい、ただこの風合いがね、うんうん、これもやっぱり、ああ、いや、いいです、いいですよ、うん、綺麗綺麗、ちょっといいですか、見せてもらって、ね、これは、これは色パープルじゃない、うん、この感じ、はい、ね、良きです、うん、かっこいいです、うん、あ、すごい爽やか、うん、爽やかになりますねなんか照れてない、爽やかな自分に爽やかで、以上です、はい、ありがとうございます、おー、ことき裸足で、あ、裸足になっちゃった、うん、あ、それも、これもかっこいいね、ちょっとかっこいいね、このパンツ、このパンツかっこいいんですよ、すっごいかっこいいね、これめっちゃかっこいいんですよ、このパンツってことは高いな、ええちょっとクシュッと上げても見て、あ、そう、裾がね、うん、こうリブが効いてるので、クシュッとして上げてもね、うん、もうちょい、あ、垂らす感じで足元をブラウジングみたいにして、ちょっと待ってくださいね、うん、はい、いや、これかっこいいな、足がねじれてる、よいしょ、朝を玉虫に、織り上げてますね、縦糸が白で横糸が青、紺みたいな感じですかね、はいはい、基本的にはダンガリーの織りなんですね、はい、綿浅ダンガリーなんですけど、あ、綿百、綿百、綿百か、うわお、綿百だけどこの風合い感、うん、うん、すごいね、すごいです、はい、朝入ってるかも、麺のダンガリーですね、ダンガリーなんだけどほぼ朝ですね、見え方が、なんかね、そうですね、はい、でもこれは見るからに高そうよ、ええ、はい、まあ、はい、どうぞ、はい、こちら、はい、どこのだ、セミクチュール、セミクチュールか、これはきっとセミクチュールの、うん、カーゴのダンガリーの、うん、へー、このユウト感がすっごいかっこいいですよね、うんうんうん、これこそこういうハイカットとか、うん、の口のところまで足をさ、うん、あ、ズボンを
下ろして突っ込むぐらいの感じで履いてもらうと、ね、ああそうですね、はい、ちょっとこのマネキンが靴履けないマネキンだったのであれですけど、そうかそうかそうだね、はい、そうです、ね、ここが先ほど言ったように裾がこうやって、うんうん、で突っ込んだ感じで足元を靴を寄せてみてください。なりますかね、うん、まあ、ちょっと突っ込んでる風には見えないですけども見えないけどね、うん、大丈夫です、まあ、この感じで、はいはい、で、こちらかっこいいニットもいいね、そう、ヒラのボートネックのね、はい、このニットがまたいいんです、いよいよいいですよ、いよいよっていうか、まあ、ずっといいんですけれども、うん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 、もう着れるよねっていう1枚でね、そういい天気になってくるとまたこの面の生地感が非常にいいので、うんうん、でやっぱりこのパンツもさらっと涼しく履いていただけますね、うんうんうん、で、まあ、この感じでいいんですけれども、うん、あれジャケットどこ行った？これジャケットもあるの？うん、あ、じゃなくてね、そう、こちらに先ほどのこの麻のジャケットを合わせてみようかなというところで、うん、グリーンに行きますか、おお。うん、なんかこのメッパンの素材感にはやっぱりこの麻の感じが良いかなと、あの玉虫っていうかね、あの早織りの玉虫、まあ、玉虫玉虫だからね、その織りの感じは綺麗に重なって、むしろ色のコントラストを楽しんでる感じ。そうですね。こっちで合わせるともっとベタに。そうですね。こっちでもちょっと合わせてみますね。うん、はい。両方で合わせてみる。色、こういう配色も楽しいね。なんか意外と良くないですか。うんうん、いや、いいいい。ね、でちょっとなんかこのくらいのベルトは茶色でしょうか、粋な感じって、そうなんです、あ、いいじゃない、うん、このくらいのブロンズのバッグで、うんうんうん、ブロンズの時はこっちのジャケットの方が、そう、またね、このベルトがやっぱり今回ね、うん、入れたベルトが非常にいい、ちょっと3枚ね、このまんまがかっこいい、あ、この感じがね、うん、あの、いや、その推しのバッグを持った時、あ、肩からぶら下げる、その、はい、ね、ぶら下げた感じで、これ下げられたかな、入るんじゃない、このスタイルは今年真っ先にやってほしいな皆さん、ね、うん、このデカバッグ、ちょっとマネキンが硬い、うん、前に出したらバッグを前に、ちょっと待ってくださいね、まあいいや、そこであんまり、うん、そのぐらいの感じでいい、うん、どのくらいか、うん、はい、ね、うん、はい、うん、それでこっちを着せてみてください、はい、あの、そこで、あ、まあ肩にね下げた方がいいって言ったからか、うん、で先ほどのお色違いの方ですね、うんうん、これだと完璧かっこいい、あのつまんないって言えばつまんないけどね、つまんないって言わないか、ナチュラルな感じ、うんうん、いや、もう収まり完璧すぎてさ、いや、でもパーフェクトだね、これそれぞれ天然素材の良さが出るかなっていう感じはありますね、うん、いや、めっちゃ出てます、わお、パーフェクトかっこいい、ハードになりがちなんだけど、中のニットのそのしなやかさ、そう、これがなんかこのニットが女性らしくすごい綺麗なんですよね、ほんとね、襟の切れ方、うん、ボートネックの横のこう流れ方も綺麗だし、そう、そうなんです、薄さもいいんだよね、このニットの、そう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 、形は違うんですけれども、うん、同じ生地でね、はい、
ね、そこいった感じで使えますね。ね、綿100の本当に肌当たりの良くて、うん、ね、柔らかいニットです。なんかずっと触っていたくなるような感じの、はいはい、こういうニットはお店がややもすると自己満足で自爆しがちだけどね。ですね、うん、まあまあまあ、いやでもやっぱりいいのはいいんだよね。そう、本当にもう良さがストレートに伝わるので、うん、このニットのこのさ、襟ぐりとか着た時のラインを、うん、最重要課題で作ってるニットとかいうのは非常にアピールの度合いが少ないんだよね、うん、その感じが好きっていう人でね。まあそういう意味でね、はい、はい、でも綺麗ね、この感じで着ていただくと良いのではないでしょうか、うんうん、ね、もうこのニットの感じに、そう、このままで、うん、ジャケットは首に巻くぐらいで、首に巻いちゃいますわ、うんうん、腰に巻くぐらいでいい、うん、このままでいいと思う。この分量感となんかゆるっと、うんうん、でもなんかだらしなくならなくて、うん、なんだろうな、それがすごく良くて、うん、恐れちょっと上げてみてください、ちょっとだけね、うん、そのぐらいの感じで切る、うん、良き良き、このままさらっとおすすめしたいですね、うん、ね、でなんかこのバッグまたおすすめですね、うん、だからそれがまたいいんだよね。それちょっともう一回ジャケットを羽織らして、その上からちょっと小盛り首バッグを、肩ですか、うん、羽織らして、あとは君が持ってみてもらえばいい。それ通さなくていいから。ああ、通さなくていいですか、うんうんうん、うん、そうそう、その感じで手に持ってください、バッグをかけた感じ、そう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 、うん、この感じです皆さん、ね、この感じはちょっと注目してくださいね、はい、単に持つだけかけるだけなんですけど、うん、このサイズ感、バッグのね、うん、全体のこの分量感で見てください、このまんまでいいんです、これです、これがかっこいいです、かっこいいですっていうなんか断言しておきます、うん、はい、好き好きはあると思います、このバッグの大きさのね、でもこの大きさはちょっとね、めっちゃ新鮮ですよ、あと ここまでの大きさとそこの V に切れ込んでる、うん、使いやすい、うん、でこの V の切れ込みがちょうどなんか肘が当たらなくていいんですよね、 そのまんまここでグッと、はい、そのまま、はい、あ、切り持っててもかっこいいじゃん、これ3色あるよね、そうですね、あとうちはあとシルバーなんですけれども、うんうん、黒がありますね、あ、黒ゴールド、ゴールドゴールドがありますね、うん、これはもうちょっと違うけどね、こっちはブロンズですね、うんうん、ちょっと持ってみて、それぞれ君がそうやってかけててもいい、わかりやすい、ね、いいですよね、うん、ありがとうございます、よいしょ、そうか、これはブロンズですね、あとゴールドとこちらのシルバーがある、3色あります、3色ですね、はい、本当使いやすいですよ、うん、そうそう、 この感じで見てください、そうコーディネート、君が持っててもかっこいい、かっこいいですよね、これ、うん、くそこれ牛側っていうのがまたポイントですね、はい、そうですね、牛側に白のプリントを書いてますね、はい、乗っけてます、そして携帯入れ、パスも入れ、いろいろ細かいのが入ります、いろいろ入る、これがついてきます、はい、うん、それでモッチーさんだったら待ってかけやってもらうけどね、はい、とにかくこれかけやすい、うんうん、コートの上からいいですし、うん、この感じでいいじゃない、ほら、ね、ちょっと楽屋入りするさモデルさんとかあ、楽屋入り、うんうん、このグリップ、うん、ハンドルの部分がすごい柔らかくて気持ちいいです ね、うん、ね、痛くないし、重さが、うん、直に来ない感じ、うん、そうそうそう、ね、それは大事、うん、この感じですね、すごくいいと思います、はい、はい、はい、ぜひイメージしておいてくださいね、うん、はい、かっこよさの提案をしてる、そんなライブです、はい、そんなところですかね、うん、お値段いきたいと思います、
今回ね、あのルミナさんベルトは5色作ってます。これ全部うちのオリジナルで、ベルトの色もあのバックルの色、バックルがゴールドとシルバーの2色、ベルトの、この牛革でしっかりとコバも綺麗に染色入れてもらっていいベルトができたんですけど、白、あ、全色あるか、今が、はい、キャメル、はい、キャメルとマブラウンにゴールドのバックルで、はい、でこういうシルバーのバックルの2種類があるんですけれども、はいはい、バックルが 2色ですね。2色でこの牛革の色が白、白、真っ白と焦げ茶、はい、とレッド、レッド、うん、はい、この綺麗な赤ですね、はい、あと真っ黒、黒がありますね、ですね、はい。そしてあのキャメルに関してはオリジナルで作ったレースアップのショートブーツ、ロングブーツと色合いをほぼ合わせてもらっておりますので、はい、キャメルじゃなくてブラウンの方じゃない、あ、ブラウンね、ブラウン、うん、はい、こちらの方色合わせてもらってますので、トータルとしてさらに一段、うん、かっこいいおしゃれなシマークの雑貨になります。ベルトになります。で先ほど言ってたような小刃の部分ですね、うん、ここはい、綺麗に染色してもらってますね、はい、そんなベルトですね、はい、こちらのベルトは9900円で、はい、もう何色か持っていただきたいくらいの、うん、ね、今時そんな安いベルトってないんだけど、その裏側もベルトもね、はい、綺麗に見てくださいね。ここがガサガサの場合もややもするとあるから、うん、あ、そうですね、はい、表も裏も綺麗につるんつるんです、うん、ですね、はい、牛革です、はい、はい、そんな感じで、はい、こちらも白と黒は、量産かなり数作っております。行さん、はい、ただキャメル、赤、ブラウンに関しては若干の数ですので、その辺の色が気になっている方はお早めにですね、はい、黒はまだ余分に、うん、十分にありますの で、はい、でゴールドかシルバーかっていう部分でも、ね、結構もう本数が結構そうか、それぞれ今のところどっちが動きんだろう、どうでしょう。昨日はゴールドが出ましたね、うんうん、結構出てるよこれ、うん、そんな感じで、うん、こちらもね、うん、早めに声をかけていただけたらと思いますね、はい、お値段いきたいと思います、はい、こちらの朝のテーラードのジャケットが29,700円、はい、でこちらのボートネックのヒラですね、はい、それが一番高いんじゃないこちらが綿100で35,200円、そうでもないか、意外と、うん、でもまあ安かないね、でも綺麗だよね、これ着たらたまんないよね、うん、でこちらのベルトが9900円、はい、牛革です。アクセサリーもそれぞれ9900円ですね、はい、はい、2種類です今回は、はい、でこちらのバッグが33,000円、はい、こちらも牛革、牛革イタリーですね、イタリーの、はい、でこちらのセミクチュールのパンツ、うん、綿100です、おそらく高い、うん、こちらが60,500円になります。お、想像通りです、うん、でも良さが違うよね、やっぱりかっこいい、ないもんね、こういう、うん、先染めの玉虫ですね。でウエストがここが、うん、インベルなくて、うん、はい、残りがゴムになってて、はい、非常に履きやすい感じ、ね、サイズはこれフリーサイズですね、ほぼですね、もう、はい、結構伸びます、うんうん、かなり伸びます、全然フリーサイズで、はい、かっけーなー、ね、こうゆるって履いていただくのが、うんうん、ね、おすすめです、うん、で裾がギャザーリブ、うん、このパンツも、もう私はそこまで着たいっていう方はもうキャミソールタンクトップで合わせてほしいですね、上はね、あ、もうキャミなんて、うんうん、それにあのハウル、はい、ただまあこういう方がより場所を選ばない素敵な、まあそうですね、うん、おしゃれかなと思います。そんな感じで、うん、いや最後新谷さんお願いします。はい、はいはい、素敵です。このパンツいいな、このパンツいいですね、よいしょ、さあ新子のラストはオール、モデル
いろいろめっけてくるね。ですよね。うん、それはどこの、俺まだ見てない。これは何ですか？ユミリティ。ユミリティだ。ユミリティ。はい、はい。一時お休みしてた、ワンシーズンか。秋冬やんなかったのかな。ユミリティはやってはいるんですよね、いつもね。ちょいちょい。うん、はい。秋冬はなかったですか、ね、うん、はい。あらはい。こちらもあのイタリーブランドですね。セミクチュールの会社がやってるブランドですけど、はい。ですね。なんかこの V 焼きが、うん、良い。ずっとかっこいい。かっこいい。みたいな。良い。です。キレッキレ出んな。ねえ、なんかね、うん、ちょっともういっぱい楽しいのがね。シンコキレッキレ、さすがスノーボードやってきただけあるわ。こけてきただけ、うん、その愛じゃなくてズズ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 ズ、ちょっとお手手にも巻いてみました、はい、うん、あ、良きです。じゃらじゃらと、はい、で、やっぱりなんかこの今の時期ってなんかいい感じじゃないですか、うん、デイリーベストだと思います。すごいいいんですよね、はい、こういうのって、うん、もう絶対いいんです、絶対いいです。かっこいい、かっこいいね、なんかかっこいいですよね、ちょっとで、うん、絶対いいです。をチラッて持って、うんうん、ちゃんとあの斜めがけとかじゃないですよ、うんうんうん、ちょっとだけ丸丸にして、はい、うん、いろいろ考えてますね。そう、クラッチバッグみたいに持っていただくと、うんうん、すごいすごい、ちょっとかっこいいかな、うん、いや、かっこいいと思います。そしてですね、おい、おい、そしてがあるのね、もうひらめいちゃって、すいません、ひらめいちゃって、お、いいことじゃない、今日は終わります。まさかそこのカーテン外してきて、そうそうそうカーテンを巻かないよね、みたいな、うん、まずね、うん、これが一緒、ちょっとくしゃっとなったんですけど、はい、すぐにまた切ります。これが何気にこの増産シリーズ、はい、あらららららら、なんかいい感じにシックになっちゃう、そう、すごい大人な感じに、うんうん、あ、ね、かっこいいじゃないですか。またこれひらめきまくり、そう、すごいひらめき倒し、うん、よいしょ、っていうかいいです ね、 ね、なんか何気に大人な、うん、ちょっとお増産クマさんのね、そうです、そうです、 あ、いいじゃん、ね、かっこいいじゃない、しかも着丈がバッチリ一緒、そうなんです、なんかちょうどいい感じで、うんうん、おや、でこの部位をね、かっこよく、やっぱミラノ違うわそう、なんかね、何気ないかけど、うん、ちょっとかっこいいんじゃないと思って、うん、やっぱり自家用ジェットでわざわざこのライブのためにミラノから来てもらうだけのことはあります。そうですね、うん、で、これもすごいね、かっこいいんですよ、うん、はい、いや、めっちゃかっこいい、で、でも、うん、でもでも、そう、もう一個、またデモになる、ちょっと待って参考になります、すごいひらめきって、そう、なんかね、もう神のみゆきさんからよありがとうございます。そう、それとね、なんかすごい楽しくなる、ね、すごいひらめきで、今日キレッキレですよ、シンコで、最後ずっこけたりしてね、いやいや、なんかずっこけかどうかは分かんないんですけど、あ、いやいやいや、いや、何気にね、あ、いよいじゃない、こういうのでちょっと遊んでも、うん、全然、お、これはこれで、いや、良きです、良きでしょう、はい、はい、なんかちょっと、おこっけー、さすが、良くないですスノボでやって転んできた、すべきれっきれ、転んできた甲斐あるかな、あったあった、ちょっとなんか、うん、あ、でもいい、でもね、そう、うん、本当によいしょよいしょ、うん、よいしょよいしょ、なんかね、この色がまた、このジャケットの色がまた、うんうん、なんかいい意味でシンコらしくなってきた、うん、ですよね、これはでも、うん、これはもう、うん、まあ、得意のパターンっていうかね、いい意味でシンコワールド、ね、うん、でも皆さん、良い子の皆さん、これは普通に大丈夫ですね良い子の皆さん、真似しましょう、うん、ね、なんか、うん、なんかいいですよね、この V がまた綺麗なんですよ ね、はい、ね、圧倒的にここのラインが綺麗、うん、そう、もうすごい綺麗、あ、なんかいい感じですよ、ですね、で、それでスポーツ帽かなんかもう一回かぶってみません、黒っぽいのなかった、黒っぽいのどこあった、キャップで黒なかった、黒っぽ
ぽい方、うん、まあその色でも全然いいか、うん、あ、でもそれでいいか、まあなんかこれで、うん、行くとなんかもういつもの私に戻っちゃった、うんうんうん、いいじゃ、いいじゃないですか戻っちゃっていいじゃない、だってかっこいいの、うん、はい、ね、なんかね、なんかいいんですよ、うん、うんうん、ね、このデニムいいですね。これね、万能なんです、うん、とっても何気ないんですけど、うんうん、このね、ごつさもいいんですよね。そうです、重みが、うん、このずしりっていうで、うん、なんかこのでかい感じのね、そうそうそう、背中のね、こう綺麗に包んでくれるのよね、うん、このいい意味で、この厚みがね、本当にこの床姿とかすごいかっこいい、そうそう、その感じが綺麗に収まるのね、うん、すごい綺麗、うん、よきよきね、というひらめきの中、よろしいかと、はい、うん、ということで、はい、この中のワンピース、うん、これがね、意外と3万1900円なんですよ。あ、うん、セーフティーですね、なんかね、安心価格、そうなんですよ、私だからね、大体、うん、で、うん、G が9900円、はい、で、フード、はい、フードが19800円、はい、で、ゾウさんがちょっと、はい、96,800円、はい、ゾウさんはね、やっぱりマークケインのね、スペシャル中のスペシャル、厚み具合とかね、うんうん、へたりませんよ、うん、袖も着丈も一切伸びないです、そう、すごい素敵なんですよね、うん、エレガント系カジュアルマダムにもストリート系マダムにも変幻自在で自分のスタイルに落とし込む新谷さんなんかさすがって読みたくない、流石うん、うん、おかしい、ありがとうございます、はい、このバッグ、これもね、なんか可愛いんですよね、うんうん、ね、本当に本当にすごいですよね、うん、これはシンコのファッションセンスもあるけどね、嬉しいです、うん、ですね、うん、なんか、うん、はい、ね、これとかあれとか、うん、あ、ね、これとかありだなっていうよりいいなって感じするですよね、うん、なんかいいまとまり具合になったかなと思って、うん、流石です、流石ですはい、そんなところ、はい、そんな感じです、はい、じゃあ流石、流石、はい、終了しましたので、はい、うん、かっこいい、こうやって置いてるだけでもなんかかっこいい、うん、ね、うんね、合わせがいい、そのデニムとそのバッグも ね、こんな色でね、はい、うん、なんかいいライブだったんじゃないですか、はい、楽しかった、あとこれね、本当に見せたかった、これやったね、うん、なんかでね、うん、これいいね、はい、以上、はい、これいいですか、うん、とっても良いです、とっても良いと思います、はい、いいですよね、なんかね、うん、あの V がすごい綺麗、そう、すごい、はい、はい、うん、そんな感じで、はい、今晩もご視聴いただきありがとうございます、うん、ありがとうございます、次回は明日、あ、ワンピの説明見逃してしまったのですが、メーカーとお値段はユミリティですね、ユミリティ、はい、あのずっとやってるブランドです、イタリーのね、うん、で去年の秋冬はちょっとお休みしてたんですけど、今回またあの少し入れております、値段が31,900円、ユミリティ、メイドインイタリーの、はい、うん、イタリーブランドです、うん、で、ここの前の V のカット、うん、もう一回いいですか、綺麗なんですよね、これは IT さんズバッ、ね、すごくかっこいいの、あの好きなラインだし、うん、うん、YK さん、あのもしあれでしたら連絡ください、取っときます、これなんかすぐ売れそうなのでいい意味で、ここになんかちょぼってユミリティって書いてある、はい、ここユミリティってね、すごい可愛いんですよね、はい、望月の方によかったら電話ください、外しときます、はい、はい、袖はドロップしてますよね、そうですね、はい、ドロップで、はい、で、うん、ここで広めのお袖、はい、ね、筒袖風になっててね、ここで一回、はい、切り替えて2回取ってます、はい、良いと思います、はい、ね、うん、若干ちょっと伸びるっていう、うん、そうですね、はい、うん、OK です、はい、ありがとうございます、はい、はい、ぜひぜひ、うん、うん、
次回は明日、ね、明日ですね、おそらく、はい、綿っておそらく綿とポリウレタンだと思います、ね、見た感じ、どこに背中に入ってる、うん、あ、ありました、綿95か97にポリウレタン3か5だ、綿100です、 100? えそれで綿 100? 100です、伸縮もありそうじゃない、若干ありますよね、聞いてますもんね、綿100でね、不白です、不白です、不白の綿100ですごい、じゃあ、そうか、伸び伸縮性が少しありますね、だけどそんな感じなんですね、はい、すごいすごい、綿100ですけどこれしわんないですね、すごいね、よくできてますね、うんうん、はい、以上です、ポリウレタン入ってなかった、うん、いや入ってるような感じでした、ね、はい、ちょっと入ってるくらいかなと思ってましたけど、余計いいと思いますですね、はい、ね、はい、はい、以上です、とても良い、はい、3万いくらでしたっけ、31,900円ですね、はい、31,900円です、はい、はい、おすすめです、はい、はい、じゃあそんな感じですね、はい、そんな感じで、はい、明日夜8時から島久米次郎のインスタライブ、はい、またぜひご覧ください、はい、明日大丈夫ですよね、もっちさん、もう勝手にやるもんだと思って、あれとやるかと、やるよね、はいはいはい、分からないけど、うん、やると思います、鬼ですからね、はい、そんな感じで、はい、皆様今晩もご視聴いただきありがとうございます、それではいきます、はい、せーの、 This is the fashion、 今日もありがとうございました、ありがとうございます、はい、そのまんまさ、ちょっとこう店内ちょっと今ぐしゃぐしゃしてるけど、まあいいか、うん、ちょっと見せられる感じではね、十和岡店来れないような方たちもいらっしゃるから、遠方の方も割と入っていただいて、ああそうでしたか、うんうん、ありがとうございます、ね、うん、次回また別の機会に、はい、お店の感じはね、はい、あ、そうだ、日曜日の新子の部屋で、うん、新子の部屋で十和岡店ちょっと前景をね、そうですね、見ていただければと思います、うん、はい、うん、そんな感じで、はい、すいません、はい、失礼いたします、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。